28番里見直樹です。勝てて嬉しいです。で1点目に関して、サイドハーフの杉山選手のいいクロスがあったんでしっかり流し込むだけでした。で2点目に関しては、うまく、オフサイドかからずに宮上に打てて、正直自分でもびっくりします。で3点目に関してはサイドバックの福田選手のいいクロスがあったんで何とか決めることができました。でここ3年間、関東社会人大会には出てたんですけどなかなかそこで勝てず上がれてないんで今年こそは絶対に上がります。応援よろしくお願いします。品川 CC33 番の長澤です。ゴールシーンは PK だったんで、入れるだけでした。そうですね、今シーズンの目標は関東昇格上がるということでみんなで頑張ってやっていきたいと思います。